皆さんこんにちは、エルザです。今回はエスプラまで行けない人がやりがちな NG 行動と改善についての解説となります。エスプラをしていると誰でもエスプラって目指したくなりますよね。ですが対戦ゲームな以上必ずしも全員が上がれるとは限りません。そこで今回はいろんな人をコーチングや相談に乗った時に感じた避けたい共通のプレイっていうのがありましたので NG 行動として紹介をしたいなと思います。あと紹介だけなのもちょっと味気ないので提案していた改善についても合わせて話ができればと思います。ちなみにですが今回キャラコンに関して練習は必須としておりますので上げてはないです。なのでその点はよろしくお願いします。また本題に入る前ですがこのチャンネルはゲームの解説と実況を随時投稿していきます。応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいです。それでは早速解説していきたいと思います。まず一つ目はスペシャルが使えていないという点です。正しくは使えてるんだけど意図的に使えていないっていうとこですね。溜まったら即使うというのはもちろんいいことなんですが防衛などの時にあと 1,2 回塗れば溜まるのになって思う場面がよくありました。これが意図的にスペシャルを使えているのか使えてないのかっていう点になります。スペシャルを意図的に使うということはいつ発動できるのかっていうゲージの管理が必要となるからですね。このゲージの把握ができていないとなると塗るタイミングがずれていたり生存の粘り具合が大きく変わってしまいます。他の行動に影響を与えるっていうのが面白いところなんですよね。あとちょっとでゲージが溜まったのにデスしてしまってスペシャルが使えなかったっていうことがあると思いますがこれを未然に防げる可能性が上がるわけです。こういった事故を減らして防衛や攻めの安定力を上げることが非常に大事な要素となってきます。もちろん腕前が上がってくれば相手の対面力も良くなってきますのでより生存力とかそういうバランスは大事になってきますね。またスペシャルに関してですが意図して使えないとフリー場面でも使用するということが増えてしまいます。まあ、ここは一番わかりやすく画像などを用意したので見てもらうといいのですが、味方と敵の生存人数に合わせたスペシャルの活用が重要となります。今回はホップソナー視点で考えていきたいと思いますので敵と味方の人数はこんな感じで効果が変わってくるというのを見ていきましょう。まず自分が一人の時にスペが溜まったら使った場合あまり効果がありませんよね。むしろホップソナーだと破壊されてしまいます。ですが味方がいた場合ホップソナーと味方と力を合わせて動くことが可能となります。ホップソナー多少壊されるかもしれませんが味方と攻撃をできるので1人2人持っていける可能性っていうのが上がりますよね。これを理解していると前者のタイミングで使いたくないっていうのはもちろんあるかなと思います。これが意図して使っている場合だと後者になるわけですね。やっぱ不利な時に使うのはダメだよなみたいな考えが出てくるわけです。もちろんスペシャルによっては人数不利でも使えた方がいいっていうものはありますね。まあ、メガホンであったりとかウルショとかトリプルトルネードとか一発逆転できそうなもの防衛が強いものとかとても大事です。ですがそれも意図的にどう対処するか考えて使うから強いわけです。例えばメガホンで言うと人数フリーの時に時間稼ぎの足止めに使おうとか味方いないから矢倉に関与させないように使うとかですね。こんな感じで考えるだけで全く変わってきます。ただどうやって意図的に使うのかっていうところになるとインクゲージを管理する必要が出てきます。なのでまずはスペシャルを意図的に使えるきっかけとしてインク回復中や壁裏に隠れた時にスペシャルゲージを見るようにしましょう。まずは見ることが大事です。で、見ることは大事と言っても難しいので、見るタイミングを決めることが重要です。これをするだけで動き方って大きく変わります。まあ、見た瞬間どう動こうかとか塗りしようか、今耐えようかとかいう考えが出てきますので、まずは見る癖っていうのをつけておきましょう。続いてはルール関与が甘いという点です。ルール関与というとオブジェクトに関わるということですが関わるというよりも見ていないっていうのが多いように感じました。まあ、厳しめですが武器に関わらず矢倉や矛を進めるチャンスがあるのにも関わらず見ないっていうことが多いんですよね。目先の勝ちのチャンスよりも自分の行動が最優先されているため見えない状況になっているっていうのをよく見ます。
なんでこのタイミングで持たないんだろうかとか、チャンスなのに進めずに他のことをしてるんだろうなってよく思いますね。それにより自滅して負けるっていうのがよくあります。結構自分の意思との戦いの部分でもあったりするんですよね。ですがこのオブジェクトは視点を変えるとものすごく管理が楽になります。その方法は状況を整理すると分かりやすいです。各ルールの試合の状況ですが、基本的にはこんな感じでオブジェクトと周りに敵と味方が配置されます。オブジェクトを中心にぐるっと囲む感じですね。これを見て気づく人もいるかもですが、敵を探すよりもオブジェクト周りを把握してた方が敵を発見しやすいっていう状況になるんですよね。しかもこの状況でキルが取れればルール関与もすぐできるので、実は対面との両立っていうのはできるんですよね。オブジェクトと敵をどのように捉えてイメージしているのかが大事なわけです。もちろん短射程武器になると考え方が変わりますが、行動範囲は前衛と後衛でこんな感じで変わります。図で見るとオブジェクト周りにいるのは一緒なんですよね。ただオブジェクトと自分の位置と敵の位置がどう捉えるかが大事となるわけです。それぞれベストな立ち位置っていうのはあります。もちろんベストな関わり方もあります。まずは対面と関与がうまく両立できる場所を考えてみましょう。まずは考えることが大事です。それだけで関与とのバランスは取れやすくなります。ルールを見てくれっていうのは言いやすいですからね。ただそれだと何も解決にならないので、両立できる場所を探すのが大事です。続いては正面から対面をするという点です。これは格上と対面した皆さんの方が感じる部分かなと思いますね。コーチングした時によく見る光景なんですが、敵と目が合って対面をしているのを見ることが多いです。で、この対面だと射程が有利な方が勝っちゃうんですよね。もちろん1対1ならこれで問題はないっていうところです。ですがスプラ自体は複数対戦となるので、横槍でやられてしまうリスクっていうのが非常に高いんですよね。だいたい10秒打ち合ってたら敵復活してますからね。正面から戦うほど位置バレもしやすくなってます。また正面から対面を仕掛けるっていうことは、マップ的にも正面から仕掛けている可能性が高いんですよね。こうなってしまうと待ち伏せしている敵からいろんな角度で攻撃されてしまうので、やられてしまいます。守る側の視点を持ってもらうといいんですが、正面から来る相手は対策がしやすいと思いますよね。意外とこれを逆にやっちゃうんです。じゃあ正面以外でどう攻撃するのかとなりますが、正直なところ正面から攻めるっていうのは変わらずで大丈夫です。ただ対策としては単純に攻撃のバリエーションを増やすことが重要となります。正面から攻めるにもボムを投げておくとか、捨てを切ってから詰めるとか、味方をおとりにするとか様々ですね。単純に短期で突っ込むからダメなんです。マップ理解とかキャラコンとかいろいろスキル面も大事にはなりますが、仕掛け方を複数持つことも同じくらい大事です。サブや攻めるルートなど選択肢を今よりも一つ増やして挑んでいくといいかなと思います。同じ場所にたどり着くにしても進み方はいろいろありますからね。続いては敵の位置把握が甘いという点です。敵一人倒した後攻め込んだら高台からやられたっていうことはないでしょうか。こういうことが起きると、せっかくチャンスを作ってもルールが進まないっていうことはよくあるんですよね。またどこで味方が敵と戦っているかわからないっていうこともよくあると思います。こうなってしまうと試合の状況を把握するだけでかなり大変なんですよね。正直位置把握に関しては頑張って訓練するしかないっていう要素にはなっています。ですがそのきっかけっていうものは作ることは可能です。で、この原因を解決する方法なんですが、視点の動かし方を変えるようにするのが一番手っ取り早い方法となります。移動しながらある場所を見るということをするだけで解決ができるんですよね。その場所というのはポジションになります。基本的に敵の待ち伏せやタイミングが起きる場所というのはポジションです。マップの曲がり角や広めの場所などですね。これを頭に入れた上で、移動中によく対面が起きそうなポジションを見ながら移動します。慣れるまで練習が必要ですが、これだけで状況が把握できます。そもそも敵がいたら不用意な攻めはしないですからね。わざわざ突っ込むっていうことはしないと思います。敵は必ずポジションに依存して行動します。逆に言えば自分たちも防衛の時はポジションに依存して行動すると思います。
この心理を利用して索敵をするわけです。意外とやってみるとポジションを思ったよりも見てなかったんだなと感じますので、試しにやってみてください。以上でエスプラまでいけない人がやりがちな NG 行動と改善は以上となります。まあここに関してはね、言うのは簡単なんですけど、やってみるとかなり難しいのかなと思います。まあこれができてたらそもそもエスプラに上がってる可能性高いですからね。なので、まあどこを見るかっていうのところと、まあどう対面をするのかという知恵も必要になってきます。もちろん相手の方もね、そういう風に知恵をつけてチャレンジをしていってますので、まあ自分たちもそういう勉強もしつつ、しっかりと対面の幅を増やすってことをやっていくといいのかなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。まだまだスプラの動画やその他ゲームも随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。